ございます。本日からキャンプで、下北山に向かっております。今は阿寒村の小国のところで一旦泊まって、これからあと1時間半ぐらいかけてバス乗ってですね、下北山に向かいたいと思います。では行ってみます。はい、ということで下北山スポーツ公園、奈良クラブのキャンプ地に到着しました。はい、ご覧の通り雪が降っております。はい、去年はね最終日だけから降ったんですけど、初日から降ってます。ということでトレーニング終わりました。今日は真ん中で軽く筋トレして、今日からね、まあ、初めてのジョグが開始されましたけど、まあ、あの膝的にはいいんですけど、まあ、ちょっとねまだまだ心肺機能が心配なんで、はい、まあ明日から2部連も始まるんで、はい、頑張っていきたいなと思います。お風呂上がってきました。はい、めちゃくちゃ気持ちよかったんですけど、まだねちょっとあの近くの温泉が今日は休みということで、まだ浴場ねホテルというか、あの 旅館というか、あの、まあ、施設のね大浴場行ったんですけど、さあここでどうべやだれだの時間でいきましょうか。はい、この後のね動画に出てくる同部屋、ちょっと皆さん当ててみてください。5、4、3、2、1、いうことで、正解はHey Anna, how's it going? How are you doing? My first day in Futon.Futon. Futon. First day. My first day in Futon. 私は日本人! Nice. Good night. Good night. Hey! Hello, I'm Takashi Ita. Hello. 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 レイが嫉妬しちゃうからね。おはようございます。今日は練習ができるんでしょうか。すごっ。ワオ、インクレディブル。今日も練習頑張りましょう。ちなみに練習場はこんな感じです。おわっ、おっせやカブロンすげえなこれ。もうなんかスキー場な感じあるし、ナイスセーブ。カモーズ。前見る、ずっと前見る。やっ。いいよ。いいよいいよいいよ。
午前中の練習終わりました。今日はね雪がやばいんで、まあ、室内での、練習だったんですけど、しっかり追い込みました。さっきね、練習ご覧の通りみんなもしっかり追い込んでました。はい、午後は、まあ、ちょっとランニングするみたいなんで、午後に向けてまた昼飯取って頑張りたいと思います。2日目2部連の午後トレーニング終わりました。さっきねトレーニングの映像を見ておいたら分かると思うんですけど、まあ、ちょっとねこう膝に負担のかからないような、まあ、走り方を、まあ、ちょっと意識して意識的にやってるっていう感じで、まだね慣れてないですけど、少しずつまあこうまっすぐというか、あの足をまずまっすぐついて、まあ、膝に負担かからないように走ると。いつも大脚でね外側に向いてたんで、まあ、その辺を、まあ、矯正しながら走ってるという感じです。まあ、この後はまた多分ゆっくり休んで、夜とかね、向かいたいと思います。テントサウナか、すごいな。入ります。明日は何時から？ロウリュウもあって、グッド。見て見て、水。おおおおおおおすごい。焼肉うわ、熱っ。おーおー、熱い。すごい。あ、ビデオ。熱い。ビデオ。めっちゃ熱い。50ディグリース。あー。おーSo hot。めっちゃ熱い。しっかりサウナで汗をかいたんで、この後はね、お風呂で体流して、午後は写真撮影かな。はい、全体写真撮ります。鉄目開けな、鉄目開けな、鉄いた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 いいね。子供、俺が急に渡されただけ。でも、僕らとか、模様あるんで。言ってない、言われてない、言ってない、言われてない、言ってない、言われてない。子供の方がいいかな。帳面さん出てるな。あの、ワンステップ。まあね、お箸っていうのは個性だからさ。子供じゃ、長い方でいい。お箸の心さ。子供の目がいい。え、これ？ごめん。博多を見ろ。おいしょ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 いが終わって、はい、あのお風呂入って、午後ね写真撮影の後にちょっとねステップワークをするということなんで、楽しみです。これから昼食行ってきます。
これから集合写真撮ります。よしよし、頑張って。 OK、 行こう。ゴッ。そう、行くよ、素早く。えぐいっす。やばい。マジできつい。やばいっす。ちょっと言葉にできないんですけど。はい。頑張りました。また、ちょっと、ゆっくり温泉使って、夜ご飯食べて、明日に向かいます。頑張りました。おはようございます。だいぶ雪も溶けて、寒いですけど、今日も。これから、4日目の午前中の練習行ってきます。また少し雪が降ってきました。寒いですね。頑張ってきます。トレーニング、とりあえずジムがね終わったんで、これから外に出て、めっちゃ雪ですけど行ってきます。お疲れ様です。午前中の練習終わりました。今日はね、ステップと、まあ、ちょっとね、走って練習頑張りました。ちょっとスパイクが折れちゃったんで、スパイク管理します。スパイクを洗って綺麗にしたんで、また新聞紙にくるんでというか中に入れて乾かしたいと思います。午後の練習は、まあ、雪がすごいのとコンディションをね、皆さんを考えてミーティングだけになりました。はい、でもリハビリはオフがないので頑張っていきます。4日目の2部、下北山の山村の、ね、元気本気の人気村ということで、なんか土の子が出るんじゃないかっていうね、出るんじゃないかというか、はい、なんかところどころに土のこの伝説みたいなのがありまして、なんかすごく歴史を感じますね。午後のトレーニング終わりです。お疲れ様でした。ここからミーティングしてゆっくりですね。はい、まあ夜ご飯食べて4日目、終了です。はい、ではこの後ミーティング行ってきます。この後なんかあるんか。
げえ。この後なんや。長っ。おい。ナイス。お疲れ様でした。お疲れ様です。This is not 布団。一布団。うん。めちゃ硬い。Yes。4布団。Yes。完璧。完璧。パーフェクト。スーパー完璧。Good night。おやすみ。Buenos noches。Buenas noches。はい、おやすみ。練習日、練習頑張ります。5日目の練習が終わりました。まあ、これから、まあ、あの子供たちにサッカーを教える組と、まあ、体のケアしたりとか、まあ、そういった組に分かれてですね、まあ、時間がおのおのあって、でこれから、はい、昼ご飯食べて、まあ、奈良に帰るというところで、まあ、キャンプ5日間通じてですね、まあ、雪が降ったりとか、まあ、ありましたけど、まあ、みんなすごくね、しっかり練習ができたなと思ってますし、僕もこう練習組に負けないぐらいね、体が浮かんだんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。明日か、はい、明日はですね、いよいよ奈良ディア、まあこう、まあオープニングセレモニーというか、あの一番最初の、まあ、試合が、ファンサポーターとのこう観客も入れてですね、開催されます。いよいよ、そのナラディアもクラブハウスとしてですね、僕らも仲が使えるようになったりとか、また、いろいろとこう、まあ、ジムの器具だったりとかも揃ってるみたいで、まあ、いよいよこのクラブハウスが動き出したなと、2023年が動き出したなというような日になるんじゃないかなと、思います。またあのファンサポーターの皆さんと会えるのを楽しみにしてますし、はい、今年皆さんと一緒に戦えることを、楽しみにしてますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということでこれから帰ります。バイバイ。5日間お世話になりました。途中のお土産屋さんですね。はい、そこから辺り一面の雪景色、途中ねすごかったですけど、これからあとちょっと1時間半かけて帰ります。ということでキャンプ5日間終了しました。お疲れ様でした。下北山村からね、このジャバラジオだったりとか、ジャバラポンズもらって帰ってきました。お土産をですね。やめちゃん。はい。じゃあ皆さん、また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。気持ちいい。曲がるの。おお。曲がりますか。まだこの辺。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。次の動画を楽しみにしてください。ではまた。バイバイ。